SOSO は日本のヒューマンビートボクサー。本名は加藤壮太。2019年ポーランドで開催された国際大会グランドビートボックスバトル2019ループステーション部門で日本人初のトップ4入りを成し遂げ、同年台湾でのアジア大会ループステーション部門ではチャンピオン。ヒューマンビートボックスクルー、サルカに虹色ザムライズマと メガネ専門音楽ディオドイリーを結成し活動している。2020年12月頃から DJ としての活動も始める。小学生時代から劇団に入り、小役を10年ほど高校卒業近くまでしていた。ミュージカルや映画、ドラマのエキストラを主にしていたが、その役は昭和の学生役や戦時中の子供の役などをしていたとニート東京で語っている。 高校1年生の時、イギリスのビートボクサー、リプスワンの動画を YouTube で見て、ビートボックスを始める。高校2年の誕生日に、母親から、ルーパーである、ボス RC-500 号をもらい、ループステーションを始める。その後カナダの DJ、レズの音楽に強く影響を受け、ベースミュージックに魅了される。2018年大阪音楽大学、入学。作曲。 音楽理論、ミキシングなどを学び、日々楽曲制作を続けている。ウルトラパワーサルカニ &SOSO、正義イしいいも SOSO、アイスクリーム。ありがとうございます。